不安になりますの対処法。フラワーダンスさん47歳で女性、一人でいると不安になることがあります。何か対処法はありますでしょうか。夜になると不安になります。何か対処法がありますでしょうかっていったね、質問も多いんですけども、一人でいて不安になるとって誰でもあるんじゃないかと思いますけどね。別に病気と関係なく、普通の人でも元気な人でもね、一人でいるとすごく時々寂しくなったり不安になるってことがあるんじゃないかなというふうに思いますけどね。あと寝る前とか夜っていうのもすごく不安になりやすいんです。なぜかというとセロトニンが下がるから。寝てる間ってセロトニンがほとんど作られませんから、セロトニンがものすごく下がる。寝る前とかも一日の中でものすごく下がってる。セロトニンってのは感情をコントロールするから不安が暴走しやすい。だから寝る前に心配なこととかを考えると不安で不安で眠れなくなる。なので不安が起きやすいですよってことがあるんですね。だから別に寝る前に不安になるってことはこれ当たり前なんですよ。脳の仕組みです。寝る前に不安になりやすいっていうのは全ての人に当てはまる脳の仕組みなんですね。一人でいると不安になる。他の人と一緒にいるとオキシトシンっていう不安を和らげる脳内物質が出るわけですね。いつもオキシトシン言ってますけど、オキシトシンっていうのは人と一緒に出る脳内物質で、幸福物質でもありますけど、不安や恐怖や恐ろしさというものを和らげるわけです。だから他の人が一緒にいるだけで人間は安心して不安というものが取り除かれるわけです。ですから一人でいると不安になるっていうのは脳科学的に当たり前のことなんですね。なので一人でいて不安になったり夜になると不安になりますっていうのは誰でも起こりうることなので、私はそんなに心配しなくていいんじゃないかなというのがまず第一点ね。あんまりそこに過剰に心配しなくてもねいいんじゃないかなっていうことがありますね。不安の対処法も過去動画でものすごく多分 2,30 本ぐらい出してるかなというふうに思うんだけども、不安が多い人はまず何をすべきかというと朝散歩ですよね。あと普段から定期的に19度以上の運動をね、週2回から3回ぐらいやってほしいです。そうすることによって不安って扁桃体の興奮なんで、所詮扁桃体が不安の正体です。扁桃体の興奮を鎮めるには運動っていうのがもう即効性があるものですよ。だから 100m 走を全力で走りながら不安だ不安だって言い続けるってことは無理ですね。走ってる時はもうそこに集中されるので不安は出なくなってしまいますけど、なんで不安に対する対処法は運動ですけど、夜とか不安になった時に運動するわけにもいきませんよね。なので皆様におすすめする方法としてはポジティブ日記、産業ポジティブ日記ですね。今日は楽しかったことを3つ書く、3つ書いてそのうちの1つを思い出しながら眠るっていうことですね。だから不安になった時に不安じゃないことを考えるっていうことが、楽しかったことを考える、あるいはスマホとかで楽しかった時の写真とかを見るっていうのもいいでしょうね。これを置き換えって言いますね、心理学で言うと。何か不安が出た時に不安なことを考えないように別な行動をするっていうことがありますね。これ置き換え、だから皆様なりの置き換えの行動をするといいです。例えばぬいぐるみをなんか抱っこすると落ち着くって人も女の子とかでいるかもしれませんけど、そしたらなんか不安なことがあったらなんかぬいぐるみを抱っこするっていうこともいいと思います。なんか不安な考えが湧き起こったら爽やかな飲み物を飲むっていうのもいいかもしれません。あと不安な時になったら自分の好きななんか音楽をこう聞いて音楽にこう集中するっていうのもいいかもしれません。不安になったら何かお笑いの動画とかを見て笑いによって不安を中和するっていうのもいいかもしれません。この置き換えの行動っていうのはその人その人によって適切なものがあると思うんですよ。だから音楽が好きな人だったら音楽で置き換えるのがいいと思うし、何か自分のそういう楽しいことやものや趣味や読書とかでもいいんですけども、例えば不安な気持ちが起こってきたら何か楽しい本をパッと開いてみるとかね、いろんな置き換えの方法っていうのがあると思うんです。なので自分の不安が出た時に良い対処法はありますかっていう質問ですけども、良い対処法を用意しておくといいです。皆様が自分なりにそれをやるということですね。いろんなことをやってみて、例えばお風呂に入るとかもすごくいいんですけども、お風呂に入ってる時って副交感神経にスイッチが入りやすいので不安が出づらいんですね。だから皆様の不安が出づらい行動って何でしょうか。お風呂に入る、ぬいぐるみを抱っこする、読書をする、音楽を聴く、いろいろあると思うので、ぜひ皆さんの不安を軽減できる、あるいはそういうネガティブな不安な恐ろしい考えを気をそらすような何か行動っていうものを普段から用意して、あ不安になってきたと思ったらすぐそっちに集中する、何かその置き換え行動をするようにしてほしいなと思います。これもすごくいい方法で、慣れてくるとそれで不安をコントロールすることができますね。そんなことやっても効かねえよっていう人はまず朝散歩や週2回3回のですね、比較的しっかりとした運動を定期的に習慣にしていくと、不安体質を減らすための根治的な治療が運動になってきますので、睡眠運動、朝散歩の朝散歩と運動というところはしっかりと不安が強い人はやってほしいなと思います。